オムロン株式会社は、日本の京都府京都市に本社を置く大手、電気機器メーカー。創業者は、立石和馬。センシングコントロール技術を核とした、産業向け制御機器やシステム、電子部品のほか、ヘルスケア製品等を展開する、オムロングループの中核企業の役割を担っている。東京証券取引所、第一部上場、米国予託証券上場、制御機器、 ファクトリーオートメーションシステム事業、電子部品事業、車載電装部品事業、社会システム事業、健康医療機器、サービス事業の主要5事業を一部分社化を含め、カンパニー制で展開している。世界初の無接点近接スイッチを開発するなど、産業用オートメーション機器に強みを持つが、一般消費者には健康医療機器で知られる。家庭用電子血圧計は、 世界トップシェアを誇る。また、自動改札機、ATM など世の中にない製品を作り出す、ベンチャー精神がある。これらは NHK、プロジェクト X で取り上げられた。近年では、液晶テレビのバックライトが知られる。かつては、プリントシール機の開発の大手でもあり、グループ会社だったオムロンエンターテインメントが、OEM 及び自社ブランドで販売を行っていた。なお、 現在はグループを離脱している。社名は、立石電気株式会社時代に本社を置いていた、京都市京区花園の通称、小室から、創業地としても知られる。なお、現在その跡地は、住宅地となっているが、創業記念碑が混流されている。世界7局に、地域統括本社を設置。中国を中心とした海外へのビジネス展開に、積極的で、 すでに連結での海外売上比率は5割を超えている。オムロン三島事業所2014年7月にグループ会社のオムロンソーシアルソリューションズが行っていた研究開発において画像の不適切な利用が発覚した。パーソナルコンピュータ用の停電時のバックアップ、電源装置後製品について欧州連合の環境基準を満たさないにもかかわらず、 基準に適合しているとして出荷していたことが2018年6月に明らかになった。同社は同年5月に社内調査を実施し発覚していたが公式発表は大幅に遅れた。オムロンが企業名の先頭につくものその他の名前の企業グループから離脱した企業現存しない企業。ありがとうございます。